どうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はダーマ神殿のクエストやっていきたいと思います。オンラインでここ結構苦戦したんだよね。確かフレンドに助けてもらわないとクリアできなかったと思う。オフラインではどんな感じなんでしょうか。確か4回か5回ぐらいあったよね。まあ、とりあえず全部いっちゃいましょう。最初はドラゴンガイアが2体か。これは特に問題ないでしょう。こいつ自体そんな強くないし、確かね3回目ぐらいの時から難しくなったような気がするんだよね。まあとにかくここのクエストはめちゃくちゃ重要なやつなんで早めにクリアしときたいですね。これ仲間同士で攻撃するの？まあまあそれはそれでいいや。あとはもうサミダレ入れていけばいいかな。いや意外と、あ、いやいやいや、そこそこの HP だ。これぐらいだったら全く問題ありません。OK。 やばやばそういうのしてくんだ。ちょっと回復薬がいないと厳しいか。いやいやいや、パーティーはもうこれで固定でいいんだ。いやいや、おたけび結構ダメージあったね。危なでも、あーもったいないか。まあいいや、倒せるとき倒しとこう。んでハッスル入れて、おたけびやられるともうやられるんだよね。ベホマラーぐらいいっとこう。炎はね全然大丈夫。よし、じゃああとは攻めていくだけ。ラストで回復を入れる。でアンルシアは攻撃をしていく。そんな感じだね。次のターンで終わりでしょう。いやこれ最初から意外と難しいぞ。フバーハとか使っていかないとちょっと脳筋な戦い方じゃ厳しいかもしんない。そう、こいつ強かった。ボルカドラゴン、そうだ、めちゃくちゃ強かったよね。まあまあ普通通り行けばいいか。あ、もったいなかったか。いいか、転ばせよう。とにかく攻撃をもらえばアウトのような敵だったよねこいつって。でもまあオフラインではそんなことはないでしょう。多分ダメージ受けてもまあ2発ぐらいは耐えれるんじゃないの。とにかく攻めに攻めまくれ。攻撃力を下げてやればまあなんとかなるっしょ。いや下がらない、下がんないの。よし、ナイス。全然全然、これ転ぶでしょ。なんか転ぶような気がしてきた。ちょっと待って、攻撃力下がらない、下がんないか。やっぱりな、次のターンやばいぞ。よし、やべ、おお、いけるいける。勝てるわ。一応ハッスルダンス、
終わり？まだか。ああ、これでおしまいです。完璧だ。うん、第2の試練は余裕。で次がギブハンマー。こいつもやばいよね。通行もらえば多分終わらんか。さすがに終わらんか。おー、まあこんな感じでいいんでしょ。で超ハッスルダンスを覚えたので、もう回復は大丈夫。お、間違いなく回復はもう余裕のはず。あ、このフローにするの？なら使っとけ。イベントでしか使ってなかったけど。ああいいね。あ、でもアンルシアが動けなくなるのか。それは一緒なんだ。え、弱すぎない？ああ変わるのね。こんなやつだったっけ。全然覚えてない。あんなちょっとアンルシアもったいなかったな。まあいいや。うわ、激怒したぞ。あ、大丈夫大丈夫。激怒してもアンルシアいれば大丈夫ですね。ロストブレイクすればいいな。オッケー。ああ強い強い。こいつは強いぜ。まあうん、まあ、普通に押せ押せで行ってみましょう。うわ激怒するね。激怒やめろよ。まあ、ヒューザと主人公でしっかりと攻撃を入れて、でダストンで回復するでしょ。でアンシアで、怒りを収めていけばどうだ。このセットでこの衝撃波やばすぎない？あ、でも、うん。不死鳥テンプできるようになれば、もう回復するし、わおとんでもないダメージ。でもまだ全然、半分も減ってないんだね。やりよるわ。ガラクタハンター入れとけ。OK。うんうん、アンルシアの攻撃力をねもうちょっと上げたいよね。もう少し、ちょっとねパネルをいっぱい持ってないので、ちょっとスキルパネルを集めないといけませんね。本当に本当に嫌になる。データが消えたのが本当に痛い。もう全部集めてたんだけどね。よし、やば、うーっそ。まあまあ仕方ない仕方ない。これで終わりだ。うん、そうそうそう、エース強かった強かったんだ。クリティカルアーツ入れとったらいいな。もったいなさそう。オッケー。で捨て身して、でダストンは、あ、いいか、いいいい、転ばせた後にやっていこう。うん、でヒューザはもうこれは攻撃をして、オッケー。で主人公も最初から攻撃しとけばよかったな。でここでポンコツだ。HP 高そうね。そうでもない。おいって、結構強い結構強い。いやでもまあまあ言うてもそれぐらいだったら回復すりゃなんとか。おい、ナイス、なんとかなるね。 OK。
超ハッスルが本当にね役に立つ。いけ、ジボディやばいね。うーわ効く。よし、まだ転ばないもんね。ああでももう無理か。まあ超ハッスルで回復。いや一気に300ちょっと回復すればもう素晴らしいね。おお危ねえ。でも次のターンぐらいで終わるかな。意外と避けられたりする。あ超ハッスル結構 MP 使うね。うん、でもまあ枯渇することはなさそう。あぶな。はい、次の転換無双で終わるでしょう。これがあったか。これがあったか。マジか。いやこれ相当やばいよ。え連戦。まず誰から倒していったらいい。まあとりあえずこれは入れないといかんね。あそうかそうかそうか、剣じゃないから不死鳥天武はできないんだ。もう毒使おうか。雫使いましょう。おお、あそういう疲れるとかあるもん。いやぎ、うーん一体だもんな。ウォルカドラゴンから行こうか。あいや、うん、ギグハンマー危ねえな。こっちから行きます。うん、痛恨がとにかく痛いんで、あいつをまず何とかしよう。こいつをまず倒してウォルカドラゴン行って、で、あいやエースがその次がいいかな。まあ、世界中の雫はいっぱい持ってきてるんで、まあなんとかなるよ。うん、問題はダストの MP がまあ持つね。十分持つね。ナイス。やばい、リンクしたぞ。大丈夫？うん？倒せるの？リンなんだっけ？リンクなんかやばかったような気がするな。まあいいか。うーわやばやば、回復しとけ。うん、まあまあこれがある限りそうそうやられることはない。ガラクタハンターでエース転ばせろ。これリンク剥がす方法なんかあるんかね。まあいいか、とにかく行けとにかく攻撃しろ。うん、なんとかなるよ。リンクしてるならもうこいつをもう倒そう。エースからなんかもったいないけどね。うん、まだいらない。ああれか、カバウみたいなもんかな。まあ、とにかくエースをまず倒せ。うーし
ッケーオッケー。まあリンクしてるね。もう倒す順番これ完全に俺ミスってたな。まずエースを倒した後に他の2人だったのか。まあしょうがない。単体で戦う時よりも弱くはなってるね。さすがに単体のあの強さが3体出てきたら結構やばいもんね。うわやばやっぱ。ダストンでいいよね。あーやば攻撃力戻った。雫さえあればなんとかなる。おいよし、そろそろ赤になるか。いやーそれやめろって、本当に嫌なやつだな。おし疲れた。聞かねえぜ。結構攻撃が地味に痛い。よし。おい捨て身せずに行っていい。まだか。アンリシアの攻撃で倒せる？どうだ？まだか。もう倒せそうだ。うーん効く。あぶねえ。もう倒せるでしょ。まだ？よしよしよし。2体2体同時撃だ。また出るんかい。まあいいや。そうだよね、あいついなかったからね。ボルカドラゴンからあのハッピーブレスが鬱陶しすぎる。やめろってもう。ハッピーやめて。よし捨て身を入れて、とにかく回復を。ああいやもう MP がないぞ。仕方ないね、まあそれはね。あと1回か使えるのは。あーでもこいつがそうか。そうだわ、範囲攻撃してくるんだ。でもまあハッピーブレスよりはまだマシ。こいつから倒しとけ。なんか使おう。よし。しぶとい。いやこれほんとオンラインの時がね地獄だった。オフラインもまあそこそこの難易度ではあるけど、オンラインほどじゃないね。あれはとてもじゃないけども、最近始めましたっていう人にはクリアできないレベルだったよね。オッケー。やば、おたけび効く。400とのダメージだ。やばい。これやばい。もう押せ押せでいけ。おたけびじゃなかったら耐えれる。頼むよ、おたけびすんなよ。よし、オッケー、いけた、もう倒した。あと全員で攻撃するだけ。でもさすがに HP は高い。うん、でアンルシアで不死鳥天武すれば勝てないね、まだやね。 HP 高っ。よし、うん、いいねいいねいいね。これで終わりだ。よし、それではマスターからの最終試練クリアです。
はい、ということで今日はダーマ神殿のクエストすべて終わらせました。これでね、いろんなスキル覚えれると思いますので楽しみです。覚えさせていきましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。